呪術廻戦ブーム再来、アニメ時代を築いた呪術が再評価されていることについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。少し時間が開いたから評価変わってそう。まだ29、30巻同時発売まで約1ヶ月あるぞ小僧。漫画史上最低の頂上決戦、ボンプが復活するまでは面白かった。伏黒にすっくんが移住するとこまでやろ。早く次回作書いてよ。アツヤの成り上がり物語。アツヤがいたから楽しかった、ありがとうアツヤ。釘先とかいう目覚めたら3話でリーサルに持っていける最強術師。回戦前に指一本見つけられなかった時点でスックンに勝ち目絶無だったことになってしまったな。逆になんでスックンがあんなにのんびり構えてたのかわからん。結局スクナにハマコラは領域使う以外で以上倒す手段なかったのがな。全部マコラのおかげ。はかり裏埋めとかところどころで挟んで時間稼ぎに使うんだろうなぁとか考えていた俺が愚かだった。まあ実際この二人会はあったからいいではないか。ところで少な様いつ本気出すん。平安時代に頼みにしてた魔道具がどちらもないからすっくんの本気は絶対に見られない展開だったの、すごくない？ダンベルもだけど槍が一切詳細不明なんだよね。視点は性能不明だけど人務会だけでもあれば五条とか下以外には効きそうだったのに、ジェッジマンが特に理由もなく永遠に仮パクしやがった。正直術式剥奪だったらカムとケムそうで終わってたから助かったよね。釘先の何がすごいって目覚めてすぐにトンチキ縛り環境に適応していたこと。死に際で呪力の核心掴んだんだろ。死後強まる念なんだろ、死んでないけど。早く猫先生の次回作が読みたい。足太いヒロイン新作よろしく。すっくんなど結君からしたら道具扱い黒幕であり倒すべき悪役は結君よなんて考えていた俺はお笑いだったぜ。芸人の術式強そうだけどメタ的に考えて結君には勝てないんだろうなと思ってたら実際倒したのは乙骨とはいえ事実上大勝利を勝ち取るとは。あれ？あらゆる因縁背負ってるキャラが全くの無関係のやつに倒されていいものなのか。いや一応直接倒したのは乙骨だけどラストバトルがあれでいいの？ダイアンに過ぎないとか言っといて大昔からの友達だったの意味わかんねえよ。本当嘘ばっか吐くなこの漫画。こいついつも適当な仕込みしてんな。やることなすこと運任せの部分なら大体うまくいくからな。五条があっさりすっくん蹴散らして結君との最終決戦だと思ってたんだよね。まさかねー。やっぱイタドリと結君もっと絡むべきだったって。キャハッ29巻で歯磨きの大切さを読者に教えてやるぞ。やっぱり表紙でさえもうでも手余し気味だと思う。マジでこのポーズ取らせた作者の意図がわからねえ。せめて表紙くらい視点とカムとケ持たせてやってくれよって思った。ゴンもイタドリもパンチしかしないやつで面白い話作るの難しいんだろうなって。そんなやつメインにするな。なんやかんや人気投票は安定して強いもんな。イタドリ、イタドリの良いところ人気作主人公の中だとかなり友達になりやすそうなところ。ジャンプ主人公集合系の話題で安牌枠になってるの好き。五条の人気も出てきて絶好調だな。よし数年こいつ封印するか。よくこの漫画持ちこたえたよな。持ちこたえたかどうかで言えば正直持ちこたえなかったよ。渋谷編もやっぱりひどいや。小僧が真人にとどめさしてたらまだ評価は上向きだったろうけど、結君に食われる展開ありきだからどうにもな。アニメも五条封印されて絶好調だな。よしここで以上殺すか。イタドリの最後決めてなくても成り立つはずの伏黒の最後と最終回とは。イタドリ主人公なんだから一番決めとかなきゃいけないキャラなんじゃないの？主人公じゃなかったんだと思う。真面目に言うけどどう見ても作者が最後の最後までイタドリに興味持たないままだったからな。好きとか嫌いとかじゃなくて本当に無関心だった。俺には積極的に活躍を奪って貶めようとしてるように見えたな。火車は小僧の正しい死を掘り下げるために出したキャラだと思ってた時期が俺にもありました。実際は作者の頭いい俺アピールでしかなかったよな火車。火車死にたいの？俺は反転術式習得してるけど、
アニメは4期くらいまでやるのかな。結婚死ぬとことか盛り上げんの大変そうだわ。アニメに求められてるクオリティは高いだろうしな。映画の主題歌でも流せば感動するでしょ。五条悟の映画楽しみだね。死滅も大幅カットでさっさと異常復活させて、五条がすっくん結婚をダブルで倒して終わりで、総集編映画もやればいいんじゃないかな。少なと五条相打ちで結婚ラスボスでよかった。イタドリは今削り出してる最中だから。削りかすしか残ってないぞ小僧。読み返して面白いの映画の部分だけだわ。あと1ヶ月だな小僧。おじさんまさか呪術最終2巻をプレゼントに渡してくる気じゃないよね。はかりはすっくん戦で肉壁として使うべきだった。空港から始まるひどい展開を高評価に反転させる無理難題の縛り。遺体を乗っ取るなんて事前に言われたり、御三家の没落を戦闘前から言われて、お花扱いするのは本当に優しいかイカれてるかのどちらかだと思う。結婚だっての海噌だけは千年以上生きてるし。曲がりなりにもラスボス戦の最終局面でイタドリの見せ場を作っただけ。呪術の方がまだマシ、具体的にどの作品と比べてとはあえて言わんけどね。見せ場あったっけ。一応魂の回とかは良かったと思う。ゴイノタクのサポートで黒線連打のとことか、妻なめはされてたけど唐突に覚醒したり領域展開したり、一応とどめは刺したり、まああったと思うよ。よくわからん集大だけは晒してなかったと思う。草加部淳やってキャラがめちゃくちゃかっこいいから好き。妻なま見せられた後に小僧活躍しだしてもあんまり乗れなかった。正直スクナと戦う前に何人か殺した方が良かったんじゃないかなって思っちゃった。賢弱が高場と乙骨とやって、スクナが他全部はバランスおかしいでしょ。そもそも結婚と因縁のあるイタドリもボンブも結婚相手にはノータッチって構成は普通に狂ってる。特にボンブは別に因縁のない無職なんか相手にしてる暇あるなら親友の死体取り返しに行けや。すまなめパンチがすっくんの最強技になったな。相手を画面外に追い出して一定時間復帰不可能技とか強すぎるよ。食らってない相手すらフリーズさせられるからね。こんなチート技使わないと東堂という、別に味方最強というわけではないキャラに対処できなかった。最強ラスボスか。ゴレイヌはいろいろ制限あるのにこっちは使い放題だからな。オリジナルの技が謎の岩手旅行領域展開しかないってさ。そういや乙骨が必中対象絞れたの入れ替え主要のおかげならボンブもできるはずだよな。ボンプは渋谷の時点からできてないし、結界術の達人厚谷先生が教えてくれたんじゃない。ジャンプ史上最強最悪のラスボスだった。逆になんで真人の術式だけ耐性あったんだよ。カシーモは五六が優しかったから。すっくん包丁の切れ味全盛期。こいつら柔らかすぎだろ。最終決戦メンバーと体の作りが違すぎる。耐久はなくても攻撃はすっくんのガバ耐性を見るに通じてた可能性大だぞ。厚谷にこれやってくれていたら全てが今と違っていた。終盤は領域展開までやって、井のたくもみはもう吐けない生蔵とかしたのひどくない。イタドリ伏黒くぎさきとは何だったのか。カシーモは幻獣モードが単純にダサかったの悲しかった。カシーモ出陣の時は割とバトルに期待されてたと思うんだが、あっさり死んだな。わざわざ見開き使ったからな。瞬殺される雑魚なのに、釘先は特定の条件下でのみ以上を超える最強だった。パワーアップフォームあるだけいいだろって。最後まで同じ格好の主人公が。主人公のパワーアップ厚やか。なぜ両面スクナは五条悟を殺せたのか。すっきりにラスボスとしての器がなかった。小僧かばってた競争しか葬ることのできなかった風が。誰も殺せなかった領域もあるぞ。小僧の領域の解説して何だったのかわからん。ボンプは護衛対象しなすし、特急逃して犠牲者出しまくる能力が強いだけの雑魚だったの。本当ひどい。そのくせ生まれたせいで呪霊のレベルが上がるという、ある意味で小僧以上の爆弾。久人たちが特急と戦ってるから加勢しないで呪詛し倒すか。超人や友成という本物と比較すると、正直陸眼込みでも能力がそこまで強いようには見えない。
厚也のおかげでスッくんに勝てたのを認めろ。小僧殺してればよかったのにな。一部一輪反論の余地もなくて困った。アニメ最後までやるんかな。やるとは思うよ。この原作規模だし、マッパが最後まで担当でやるかはわからない。外人視聴者たちも展開に切れちまって、前みたいに宣伝聞くかもわからん。伏黒とはマジで何だったのか。パパグロの代わり。無用空書と少な金に耐性を持ち、術式は SSS 級送電を持つ全員家投資様だぞ。思い浮かぶのがもういいんだしかない。あたりひどい。ポンプが命日間違えなキャラクションだった。国先生き返っていたらすっくんフルボッコで気まずくなりそう。どうせなら最終巻に言い訳10ページくらい加筆して伝説になってほしい。むしろ言い訳だけに済ませてほしい。ちゃんとブレずに退場したお兄ちゃんやその他両キャラの株下げる展開は勘弁。今さらそいつらの株下がったところでどうでもよくない。等しく株が下がれば相対的に株が上がったように勘違いできるキャラもいるかもしれんしな。これは天才だわ。最低を更新し続けてたとしか思わないな。常に悪い意味で予想できなかったわ。ボンプが真っ先に戦力外と判定した釘先がミノルは最強だったの怖いだろ。もう溶岩潰せよクソボンプ。なお本人によく知らん言われるくらい何も指導しなかった模様。こいつが手ほどき下の強くなる見込みのあるやつばっかで、弱いやつにはほんと興味ないんだな。霊感乙骨も刀渡して現場に投げたくらいだし、見込みのある生徒こいつのせいで何人か死んでね。OBOG は軒並み猫空間に送られたので何もわかりません。4年生なんですかそれは。五条のわがままで助けた術師とかどこに行ったんだろうね。4年生の存在忘れるぐらい学校要素皆無な上、そもそも生徒が少なすぎて学校にする必要ない。ヒロアカの時も言われてたが、ぶっちゃけ終盤のひどさは推しの子の方が数段上。雑だけどキャラの顛末はある程度終える。推しの子と登場キャラ全員何考えて何がしたくて何やってたのかわからん。呪術廻戦では比較にもならん。結局こいつら何だったんだよ。イタドリからメロンパンから少なから全員。ビターエンドだけど一応決着がついた推しの子。ハッピーエンドに見えるけど、暴れるおっさんを倒しただけで世情的には何も解決していない呪術。どっちがひどいかわかるね。推しの子は原作阿鼻叫喚で終わって即実写ドラマ映画で最高成版を出ししてくるの素晴らしいと思う。映画めちゃめちゃ期待されてんじゃん。先生らしいことは何一つできなかったな。おまけに説明も下手、思いやりもないカス。なんか自分で納得して過去に帰っていった。毎週楽しかったよ。特急呪い物って単語はずっと残りそう。人と心と存在しない記憶も残りそう。今回は以上になります。このチャンネルでは人気トレンドのみんなの反応を紹介しております。今後の動画制作の励みになりますので、この動画をご覧になった方は必ず高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよかったら見てね。